じゃあ本日初参加いただきましたレガーレの皆さんです。こんにちは。こんにちは。はい、皆さんどういったチームさんの集まりになってますでしょうか。僕が会社の集まり。はい、なるほどですね。ズバリチーム名レガーレという名前の由来を聞かせてください。何語かわかんないですけど、はい、つなぐっていう意味で。おー、つなぐ、深いですね。パスをつなぐ、パスをつなぐで、攻める人との関係、心を、おー、いろんなつなぐが入ってるわけですね。はい、わ、素晴らしい名前ですね。フットサルモードの大会どこで知っていただけましたかね。先週友達の友達から嬉しいですね。本当にそんなに伝わって、それこそ繋いでますね。はい、情報が繋がってる。あ、素晴らしいですね。どうですか、大会今出場してみて、今のところ感想はどうですか。2戦して2勝してるので、お、このまま、はい、優勝いけそうですね。チームさん、あれ定期的にフットサルとかやられてるんですか。週1で。へぇ、何時間ぐらい。4時間。4時間、結構がっつりですね。へぇ、すごい。皆さん失礼ですが、おいくつですか。私20歳です。あ、若いですね。19歳。若いですね。さすが、なんかプレー見ててもすごいキレキレだったんで、皆さん人若いんだろうなっていう勝手な。あ、こんにちは。リクスタのエース。エースどうですか、感想は。大会の楽しいっすね。本当ですか。それはもうダメっす。じゃあ最後に、まあ、今日の目標でも大丈夫ですんで、今後の目標、キャプテン、じゃあ最後バシッと締めてください。やっぱり、こう見てください。今大会初出場なんですけど、はい、優勝したいと思います。うわ、頑張っていきます。頑張っていきます。はい、大丈夫ですか。はい、じゃあありがとうございます。じゃあレガーレの皆さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。